バリアフリーカートキヨテル協停留場は、岡山県岡山市北区キヨテルを一丁目にある、岡山電気軌動性木橋線の停留場である。駅番号は S09。一面一線の片面ホーム。キヨテル協線の終点駅であり、電停の直前で軌動が単線になっている。2007年5月から、電停のバリアフリー化が順次実施された。第一弾として、 ホーム拡幅などの改修が行われ、同年8月3日、始発から新しい電停の使用が開始された。さらに、清てる京交差点の改良工事の一環として、電停南側へ横断歩道の新設工事が行われ、同年11月5日から使用開始された。同駅でのバリアフリー工事完了により、清てる京線のすべての駅がバリアフリー対応となった。 改修前は単線になる分岐部が、清てる橋駅側に収束していたが、改修後は、岡山駅前駅側に収束するようになっている。交差点南側、交差点北側の国道30号沿い、交差点西側の市道沿いに、清てる橋バス停がある。なお、メグリンのうち、かつて運行されていた、日赤病院、イオンスタイル岡山青江方面は、清てる小学校前で、 その他の路線の清ヨテ橋とは名称が異なっていた。ヘルカの場合に限り、岡山電気軌道の路面電車等が電バス、両村内バスを清ヨテ橋停留場と清ヨ橋バス停で乗り換えた場合、乗り換えを含んだ乗車区間を全てバスで乗車したものとして運賃計算する。乗り入れるバス会社一般路線、岡山県駅乗降客数。 2021年6月16日閲覧。日本鉄道旅行地図帳11号中国、四国、新庁舎、2009年、ISBN978 から4から10から79万29から6より。チクラ前駅は1947年1月28日に、現在の東中央町、清照羽島に開業。廃止年月日不明。 路面電車乗り継ぎサービス。両備えバス。2018年9月23日閲覧。ありがとうございます。